ロバート・ウェイトンは、イギリスの工学者、教育者、スーパーセンテナリアン、イギリスハンプシャーに在住していた、長寿の男性。2020年2月23日に、渡辺里志明が死去して、以来、世界最高齢の男性として、ギネス世界記録に認定されていた。1908年3月29日、ヨークシャー春市で生まれる。16歳で学校を卒業し、 海洋工学の見習いとなった後、台湾へ渡って中国語を学んだ。1937年、教師のアグネスと結婚し、台湾で第一子を授かる。2年後の1939年にイギリスに帰国したものの、第二次世界大戦の勃発によって、カナダへ移住し、その後アメリカに渡った。この間に、第二子、第三子を授かる。1945年、 イギリスに帰国し、シティ大学で教職に就いた。1995年、50年以上連れ添った妻、アグネスと死別。2020年2月23日、渡辺里志明の死去に伴い、世界最高齢男性となり、同年3月31日にギネスワールド、レコーズ社より、存命中の世界最高齢男性に認定された。認定を受けては、エイトンは、 自分はたまたま長生きした、普通の男、エベレストに登りたいと言ったり、世界一周の後悔をしたりするような人間ではない。前の記録保持者が亡くなってしまったことは喜べないが、長く生きられて多くの友達を作れたことが嬉しいなどと語った。2020年5月28日、ガンのため112歳と60日で死去。ありがとうございます。